はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ユベル・ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラケン。さあ本日なんですが、皆さんファラオニック・アドベントというモンスターご存知でしょうか。これね、1個前の段だったの確かね。で実装されたカードなんですけども、これ簡単に言うと永続トラップをサーチできます。はい、永続トラップサーチというね、唯一無二の性能をしているモンスターなんですよ。これちょっと重いんですけどね、若干。自分のフィールドのモンスター一体リリースして出せるよと、手札からちょっと墓地からとかも出せるようにしてくれたらありがたかったんだけどな。で、このカードの攻撃力はお互いのフィールド墓地の永続トラップカードの数 ×300 ポイントアップしますよというね、効果になっていまして、で、3番目、自分のフィールドの天使族、悪魔族、爬虫類族モンスターを一体リリースしてデッキから永続トラップカードを手札に加えることができると。まあこの子の発動後、端子の落ちまで自分はモンスター特殊ができないから、まあ最後の最後に打つしかないんだけど、これがね、なかなかの性能ですよね。やっぱ永続トラップをサーチするってかなり難しいんですよ、遊戯王において。それがこのモンスターに絡まってるということですね。で、これ何を今日はサーチしていくかと、まあ何サーチしてもいいんですけどね、強い永続魔法、永続トラップいっぱいあるんで、今日は、当たり前に最強と言われているスキルトレインをサーチしていこうと思っておりまして、このね、ファラオニックアドベントと相性がいいテーマって、まあ、いくつかあるんですけど、まあ今日はね、ゲンマを、採用してまして、ゲンマはねめちゃくちゃ相性がいいのが、やっぱ悪魔族であるという点ね、これリリース素材に悪魔族を使えるんで悪魔族であるという点と、あと、モンスターが横にいっぱい並ぶという点ですね。で蘇生カードもあって、コストも毎ターン用意できるというところ、まあ、これが優秀で、今回ファロニックアドベントと、一緒に組み合わせております。まあちょっとあのゲンマのギミック自体がね、まあそのいわゆる環境でいうところの全誘発を踏むので無限包容やらウラやらやらね、なんかエフェクトベイラーやら泥場やらね、全部踏むんで、ちょっとそこがまあ若干まあ痛いところではありますけども、まあ展開通った時ね結構すごい展開ができるし、あとスキルドレインと相性いいんですよね、ゲンマが。なんでかっていうと打点が高いからです。ただ単に4000打点のあるんで、これ4000でスキドレ貼ってビートしてれば勝てるじゃないですか、現代遊戯王って。だからこれが強いんでね、なんで、ちょっとあのこの動きをね、見せていければいいかなと思ってますんで、早速ねこの、絶望カードサーチやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、全誘発を踏むと言われている最強の展開をお見舞いしてやるぜいやマジでこれ 全誘発踏むんですよね、このデッキ。それがねマジでやばい。無限包容痛いです。増殖する G ちょっとだけ、まあもう増殖する G だけあんま効かないか。でまあうらら普通にきついです。エフェクトベーラー効きます。ドロバー終わってますみたいな感じなんで、結構ね辛いんですよね。まあ、とりあえず指定の回も持ってくるしかありませんね。これちょっとさ、蹂躙剣マジで邪魔。うわそう、これ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 無理。危ない、よかった、墓穴って。ドローランドロックバード、ちょっとピュアリーが増えててね、結構流行ってるから、結構こういうデッキ、そのなんだ、メインフェイズとかにガンガンサーチするようなデッキにめちゃくちゃ刺さっちゃうんで、それが痛いといったところはある。どうしようかな。これは一回この召喚神かな、召喚神を持ってきて出して、でリリースしてみたいな感じでいくか。でここでこうします。ちょ、展開蹂躙剣いらねえや今。これがな、あれなんだわな、なんだっけ、スナクエン持ってこれるやつから手札から展開するとかだとめっちゃ強いんだけど、その動きできないんで、まあ、とりあえず一回ハモン出しますと、なんか召喚条件をガン無視して、まあ、これ無視しすぎだけどね、召喚条件ガン無視して出せる。で手札一番にしてて、なんだっけ、将来神出せる。オッケー。で、暗黒の召喚神の効果発動して除外して一応ラビエル持ってくる。ぶっちゃけなんかこの展開蹂躙剣通ることなんかあんまねえから、別にこれ抜いてもいいかもしれないな。マジシャンズソウルズの効果発動して一応1枚どうするか。なんか強いから来ねえかな。蘇生か、今いらねえな。ちょっと後で取ってきますわ。これどうせこいつら使わないんで、こう手札からいきます。はい、こうして、でファラオニックアドベントの効果発動、悪魔族モンスターをリリースし永続トラップカードを、もちろんスキルドレインをサーチさあかかってこいよ。
最強カードをサーチしてやったぜ。覚醒の三元魔とかいうのは永続トラップ一応あるんだけど、テーマ内に。まあそんなカードよりもな、この最強のテーマカードと言われている元魔最強のテーマカードと言われているスキルドレインをサーチしたから強え。さあ上がってこいバカだれか。スキルドレインの前にヒレクセ、スキルドレイン4000ピートの前にヒレクセがいい。マイクレンド OK。 いやこれ多分スキドレ辛いでしょ相手多分ね。これねピュアリースキドレきついと思うんだよね。てか言うてさ、だって魔法トラップ除去する人なんてあれだね、エクシーズモンスターに付与する効果とかしかないでしょ。なんか速攻魔法自体でさ多分その除去する札ないかったと思うんだけど、いやなかったよね。あれちょっとピュアリーあまりにもエアプすぎてちょっとあんま分かってないんだけど。なかったと思うんだけども、まあ、デリシャスの効果で戦闘で破壊されなくするハモン君に戦闘破壊してつけてた、ありがとう。オッケー。いやもうここでスキドレでも終わりだろ。うるさこんなテンションで発動していいかじゃないけどね。さあどうしますかと。スキルドレインさん最強すぎてあなた何もできないんじゃないですかと。はい、ランク1したところでだよな。ランク1されたところでなんかあんま別にまずアーゼウスとか、まあ、一応出せはするんですけど別に効果無効なんで、まあ、レベル1、2体でねなんかそのエクシーズとかして、まあ、それうるせえ黙れ無効だっつってんの。ランク1して、まあ、ここ聞き流しとかでももうすでにスキルドレインが張ってある状態なんで効果受けてるんで無理で、これ何やっても多分無理なんじゃねえかな。ナイチンゲール、はい、でダイレクトアタックはできませんよと。はい、バトルフェーズ入ります。ダイレクトできません。あいつ焦ってるな。えダウラード、もうアーゼウスできないぞ。お前バトルしてないじゃねえか実質。相手バカほど焦ってない。なんか分からんけどめっちゃ焦ってる気がしますね相手ね。展開蹂躙剣回収してまんま意味ねえな。もうビートするか、まあ、ちなみにスキルドレインを貼ると、まあ、アドベントの効果自体も無効になるんで、もうなんかひたすらにねこの4000と2000でビートし続けるしかないんですけど、はいで、はいはいはい、フィアリーのあれだよな、弱いところはさランク1とかがいねえからさ、2体並んでもフィアリー自体は出せねえってところなんだよな。だからなんかそのねえそっからとつながればいいんだけど、効果で結局エクシーシャーできないから、その効果止められちゃうともうきついみたいなところが一応弱点ではあるよね。まあ先行取れれば別に何でもいいんだけど、はいはい、オッケー。やべえ無限保養か。いやでも無限保養も打てないんだよこれ。これねすでに効果が無効になっているモンスターに無限保養は打てないという最低がありましてですね、これ無限保養をスキルドレインの盾列に置いたところであまり意味がありません。なんでかっていうと無限保養が打てないからです。そもそも僕のフィールド上のモンスターが全部無効になってるんで。あれ多分無限保養なんじゃないかな。バトルフェーズ入るか普通に。これ多分2000なくて勝ちだこれ。はいはい、で4000でパーンチ。これ現場じゃなくてもいいんですけどね。使ってる感じちょっと重いかな。アドベントちょっとね重い、さすがに。なんかねなかなかねやっぱリリース自分もレベル6だし、リリース素材がちょっと限られてるってのもあって、自分がリリースできたらめっちゃ強かったんだけどね。それってだったら強すぎるか。それって強すぎるか。さすがにそれがね問題ではありますね。でとりあえず一旦マジシャンズソウルズの効果を使いまして特殊召喚をしていく。一応このま、効果全部通ればなんだけど、ソウルズプラスこの暗黒の将来神がいる場合は何もなそうですね。何もなそう。なるほど。まあ、これちょっと買い物かな。この2枚がある場合は一応ファラオニックアドベントをですね、確定で出して永続トラップサーチまではいけるんですけど、2枚でね。まあ、2枚使ってサーチはちょっとあれだけど。で、これは、いや、まあでも一応はから取っとく。まあ、1枚ドロぐらいでいっか。で、死者蘇生あるんで、アドベントを落としたやつ普通に蘇生できますね、これね。シンプルに。これ強いわ。これ強い。覚醒いらねえ。今1枚何でカード来た。どうしよっかな。死者蘇生あると本当落としてすぐに死生蘇生ができるからさ、めっちゃ簡単なんだけど、これはまあちょっと出せないんで暗黒の将来神かな。で将来神も出します。
でリリースはこっちでいいのか、じゃあこっちだ、こうしてこうで、自分リリースして、これこいつなんかデッキからハモン、ラビエル、ルリア何でも出せるとかいうさ、これ地獄みたいな召喚条件の無視方法やめた方がいいと思うんだよねこれいや正当強化にしろよっていうねやるにしてもみたいな。で永続魔法を回収で、死者蘇生発動、死者蘇生によって最強カードファラオニックアドベントを特殊召喚、まあ守備、そしてファラオニックアドベントの効果を発動、こっちの先か、暗黒の将来神の効果を先に発動してサーチを入れて圧縮をしてから、まあ、これは、まあ、一応デッキトップで何か引きたい人のことを考えてラビエにしまして、こう2体にする、そして、失落の霹靂を発動、さらにファラオニックアドベントの効果、悪魔族をリリースしてデッキから永続トラップカードスキルドレインをサーチ、そしてカードを3枚ほどセットさせてもらってターンを終了するぜ。つえちょっと失落印貼れるムーブが、ね、一番ね上振れてるんでね、それが一番強いんですけどね、まあまあまあ十分でしょう。で覚醒の三幻魔はもう発動してよくて、これは幻魔がいると1種類ね、幻魔がいると相手がモンスターを特殊召喚するたびにそいつのライフを回復するっていう、なんかなんだっけ花水木みたいな、うわフェンリル来た、フェンリル来た、フェンリルパイセン来た、めちゃくちゃ回復できる、ラッキーめちゃめちゃ回復できる。ちょスキルドレインが除外されないようにだけしないといけないですね、ペンリルの効果で、そこだけですね。一応多分これハカーダ打っちゃっていいかな、クルシアは。え2体何、でもさ、そいつってさ永続効果受けるよね、発動した効果受けないのモンスターってさ永続効果受けますよね、これスキルドレインで無効では相手が発動した効果を受けない、これ発動した効果は受けないけどさ、その永続的に適用されるスキルドレインみたいな効果で受けんだよね、最後にパニッシャーって、なんかあれと同じなんだよね、なんだっけ、ノワールとか、これ多分これでおしまいだよ、なんか最高にパニッシャーで抜こうとしてきたのかもしれないけど、それはおしまいだよ、これで3500だよ、ただのただの3500、お疲れ様ですね、それでこれさあどうしますか、やばいですね、3500とかいうゴミ打点では4000の重さ抜けませんね、いやスキドレッカでのやっぱ現場最強だな、あーやるやんやるやん、俺のファラオニックアドベントをよくも許さん、絶対許さんぞ虫キャラだもん、殴り殺しにしてくれる、来いドロー、ああー弱、一応ですね、マジシャンズソウルズのいいところは永続トラップカードを自分で解除できるっていうところなんですけども、コストで墓地を食ってドローなんで、一応コストでスキルドレインとか墓地を食ってドローできるんですよね、ソウルズとかって、それが強いんですけど、ちょっと今ワンキル取り出そうなんで、もうまあ普通にね送ったらワンチャンあったりする可能性はあるんだけど、ちょサイコエンドパニッシャー君がスキルドレインがなくなると生き生きして、あマジっすかって打点がやばいことになるから、これ今めっちゃ回復してるか、俺めっちゃ回復してるから、今は全然、あーんとこれなんだ、これ何が出てきた、タイヤとか何してきた、お前君は何する方、天元の竜輪、霹靂で無効にしちゃえばいいか、なんかわかんねえけど、なんか持ってこられてやばいもんさ、いたっけな、なんかあんまりない気がするけど、まあ、とりあえずちょっと一回霹靂で無効にしちゃっていい気がします。でハモンがいる場合は、まあ、相手の魔法トラップカードの効果を無効にしながら、ハモンが横になるという、ハモンを寝かしつけることによって魔法トラップ無効、さあ竜槍を権限していく、竜槍を権限して、竜炎、はい、でエンド、はいやっぱスキルドレインとかいうカードよくないよね、あスタグイン来た、やった失楽院来ちゃー、発動して2枚ドローいきまーす、これ2枚ドローいきまーす、これでなんか強いカード引いてくれると、あー来た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 ぞ、最強カード来た、混沌の召喚神を召喚し、混沌の召喚神の効果、
自身をリリースすることによって、こいつはちなみにリリースしたはずなのでスキルドレインの効果を受けない。行けゲンマ王ラビエル攻撃表示。7号打者いいのか。マジシャンズソウルズの効果を発動、自分も特殊召喚していくぜ。そして七星の開門の効果を発動、手札のイリュージョンオブカオスを墓地へ送って自分の墓地の攻撃力がゼロのモンスターを特殊召喚。そして2体のモンスターをリンクマーカーにセット。召喚条件は、レベル1のモンスターが2体。まあこれはちょっと効果無効になってるんであんま関係ないんですけど、神羅の姫宮をエクシーズ召喚。バトルフェイスめっちゃ雑。はいはい、対戦ありがとうございました。やっぱね、スキルドレインとかいうカードをぶっ壊れ、あーここもな、ラビエルさえ出せりゃなんか、ラビエルハモン出せりゃなんかあれだけど、展開蹂躙剣がね、高校だと欲しくなるんですよね。闇の誘惑、はあ、さすがに最強ムーブだな、それ。悲劇のデスピアン、やば。さすがにそれは最強ムーブ。デスピアン除外してるとドラマトゥルトゥルギアが持ってこられてしまう。あまりに最強。楽園かこれは。デスピアンの同期アルベル。楽園って今どうなんだろう。なんか最近なんかあんま話聞かないけど、さすがに強いよね、まだ全然。別に規制が入ったわけでも。楽園融合が1枚か。規制入ってたわ。楽園融合1枚だけど、別にでも、なんか、俺使ってる感じ別に断罪とかで全然回収できるし、なんとなったけどね。まあ、一応クシャトリアで楽園融合が除外されるとちょっとめんどくさいかなっていうところですけども、楽園開幕、なるほど。もうアルベルいるけど。アルベルパイセンもういますけど。悲劇のデスピアン。え？楽園劇場入ってんだ。へぇ。楽園劇場ぶち込まれていく。なるほどね。楽園融合持ってるとかじゃな ないわけ？え、なにこれ？やばい、ルシフェルだ。ルシフェル、楽園デスペじゃねえや。打天使デスペアだ。なるほど。ドラマするときは強えな。影の光、やばい。やばい、クリスティアか。やばい、ちょ、うらええ説明しよう。アルカナフォース21ザワールド。このモンスターは特殊召喚に成功した場合にコインを振り、表だった場合ターンスキップ効果が付与され、エンドフェイズにモンスターを2体墓地へ送ることにより相手のターンを完全にスキップすることができる。俺はドローフェイズさえも迎えることはできないのであった。このモンスターのターンスキップ性能がね、世界一強いんですよねマジで。相手のターンをスキップするっていうことはドローフェイズも来ないんですよねマジでこいつだけイカれてんだって。スキップ性能、猫マネキングとかなんかその他のね、もろもろ寄せ付けない史上最強のターンスキップモンスターと言っておこう。